皆さんは普段身につけているものやファッションに取り入れているものの中で何かしらのメッセージ性が込められているアイテムなどはありますか？ブランドの服やハンドメイドのアクセサリー、何気なく身につけているアイテムなどでも作り手さんによる思いやメッセージが込められていることがあります。 BTS メンバーの中でも私服のファッションセンスにいつも注目が集まるてて、彼もまたメッセージが隠されているアイテムを身につけていることがよくあります。これまでにも何度か目撃されてきたてて、では今回目撃されたメッセージ性のある私服アイテムとはどのようなものだったのでしょうか。詳しくご紹介します。2023年5月下旬にパリでのスケジュールを終えたばかりのテテですが、5月31日に再度韓国の空港に出向いたテテの姿が目撃されました。彼のインスタグラムの個人アカウントでも公開されていましたが、一気に髪の毛を明るく染めたテテの登場に、その場に居合わせた人たちやこの時に撮影された画像を見たアーミーたちは改めて衝撃を受けていました。久しぶりに見るテテの銀髪に近い髪色に多くのアーミーは興奮を隠せません。さらにパーマがかかっているようにも見えて、テテのかっこよさがより際立って見えていました。ホワイトを基調としたハットをかぶっていたテテですが、ヘアスタイルがハットで隠れていても分かってしまうくらいの魅力を感じた今回の空港ファッション。公に登場した時のテテの姿にも期待が高まっています。パリへ向かった時にはジーンズにジャケットを羽織っていたテテ。今回の出国する際の空港ファッションはホワイト基調にブラックの三角模様がついたハット、鮮明なブルーのトップス、そしてホワイトのダボっとしたボトムスを着用していて、ラフな印象を与えてくれました。このテテのファッションを見たアーミーからは、テテのダボっとした私服はかっこよすぎる、ハットを深くかぶっていても隠しきれないイケメンにときめいちゃう、そのズボンから出てる長い紐結んであげたい、などいろんなコメントが寄せられていました。さらに BTS のメンバーたちは夏になると派手な色や柄物をよく着用する傾向があるようで、今回のテテの空港ファッションも派手な色使いをしていたことから夏を感じるね、といったアーミーもいました。メンバーの様子から季節を感じられるなんて素敵なことですね。今回の空港ファッションで話題となっているのがテテが身につけていたネックレスです。ゴールドに輝くネックレスには特徴的なデザインが施されていました。丸いリングを両手で掴んでいる珍しいデザインに、掴まれたリングにグリーンのストーンがついている斬新なデザインが追加されたものです。このネックレスはハリスリード・ミソマというブランドのアイテムで、およそ265ドルと言われています。このデザイン性の高いネックレスはファッショニスタのテテにとても似合うアイテムですが、実はあるメッセージが込められているといいます。このネックレスを制作したのは1996年生まれのハリス・リードさんという方です。今回テテが着用したネックレスに込められたメッセージとは、彼は何年もの間苦しめられていたいじめに直面する中で、衣服が自分の気持ちや他人の見方を変える大きな力を持っていることを発見したという内容であることが明らかにされています。苦しみの中で見つけた大きなことという意味が込められているということで、このネックレスがテテにぴったりであること、作り手さんの意思とテテのこれまでの軌跡が合っていることに感銘を受けたアーミーたち。言葉にしなくても素敵なメッセージが込められているアイテムを身につけることで、何かしら私たちに伝えようとしてくれるテテの姿に感動しているようです。このネックレスについているグリーンのストーン、ゴールドのネックレスをさらに引き立てるように存在感を出しているストーンですが、マラカイトというストーンではないかと言われています。マラカイトとは12月生まれの誕生石であることで知られているストーンですが、誕生石ということだけでなく奇跡の石とも呼ばれているそうです。
また、マラカイとは、災いや周囲のマイナスのエネルギーから身を守るという意味も持っているということで、魔除けとして身につける人もいるようです。このことを知ったアーミーからは、このマラカイトが本当に魔除けになるのなら、辛いことや悲しいことからテテを守ってほしい。マラカイトを身につけていることで、アンチとかもいなくなればいいのに、といった声が上がっていました。2023年5月31日に韓国を出国したテテですが、今回の出国はどの国へ行ったのか公表されていませんでした。このテテの空港での姿を捉えたのも韓国の大手メディアディスパッチのみで、その他多くの報道陣や記者たちは把握しきれていなかったようです。いつもであれば出国の情報をつかんだアーミーたちも集まって人だかりができるのですが、今回は珍しく静かな極秘出国となりました。テテのスタッフさんが投稿したインスタグラムでは、飛行機の中から撮影したと思われる写真とともに日本出張という文字と日本の国旗をつけて投稿されていたことから、テテも日本へ出国したのではないかと考えられています。また時期的にシュガのソロワールドツアーの日本公演が迫っていたこともあり、シュガの応援に駆けつけたのではという声も上がっています。その真相は未だに分かっていませんが、今後テテがどのようなスケジュールを行ってきたのか公表される日が来ると思って楽しみに待ちたいものですね。出国したという情報のみで、テテが現在どこで何をしているのかわからない状況ですが、最近テテが起こした行動について注目されています。6月4日にジミンが自身のインスタグラムのアカウントに数枚の写真をアップしました。その写真はショート丈のホワイトのニットにジーンズを着たジミンがみかんを片手に爽やかに微笑んでいる写真でした。そんなジミンの投稿に対してアーミーからは、微笑んでるジミンが可愛すぎる、腹チラにしか目がいかない、可愛すぎて直視できない、何かの撮影だったのかな、などといった反応がありました。このジミンの投稿に反応を残したのはアーミーだけではありませんでした。なんとジミンがこの投稿をしてからわずか数分程度の間にテテも反応を残していたのです。テテはジミンのコメント欄にみかんという文字とみかんの絵文字を載せて投稿しました。またテテが反応を示したのはジミンの投稿だけではありませんでした。ジミンがインスタグラムを投稿した3日前にナムジュンが自身のインスタグラムに投稿していた内容にもコメントを残していったのです。ナムジュンの投稿にハハハと笑い声を説明文が残されていたからか、テテも真似をするかのようにひょひょひょ、はははふうふうふう、ひひひ、などといろんな笑い声をコメント欄に残していきました。そんなテテの行動を確認したアーミーからは、テテ時間に余裕ができたのかな、メンバーが恋しくなってコメント残したのかな、かわいい、テテお仕事は順調ですか、今どこにいるの、などといったコメントを寄せていました。今回はテテが着用していたメッセージ性のある私服アイテムとはどのようなものだったのかについてご紹介しました。もはやこのようにアイテムの意味やメッセージ性を探るのはテテの空港ファッションの醍醐味のようにもなってきていますよね。ファッションを通していろんなメッセージを伝えてくれるテテも素敵ですが、彼がどのようなアイテムを身につけていて、さらにどのような意味が込められているのかを発見するアーミーたちもすごい情報量だなと感じました。伝えたい気持ちがあるとき、すべてを言葉に出さなくても、テテのようにファッションに取り入れて伝えることができるという新しい発見もありましたし、このように探る楽しさも改めて感じました。それでは次回の動画もお楽しみに。ボラヘー。